女王陛下の大蔵省は、イギリスの財政を担当する行政機関である。大蔵府とも。もともと国王の財産を管理するために、宮廷内の収支、財産管理を行ったイングランドイギリスの官庁であり、後に国家財政を担当するようになった。エリザベス一世一世紀に財務省から分離、設置された。当初、大蔵卿を譲渡し、 王室の私的財産を扱う小さな組織だったが次第に組織の規模が大きくなり17世紀には事実上の国家財政の担当官庁となった18世紀初めに大蔵協が廃止され代わって大蔵協委員会を設置委員会の名がたる第一大蔵協が大蔵省の責任者となったロバート・オールポール以降に第一大蔵協が 実質的な首相になると、第二、大倉卿である、財務大臣が、大倉省の責任者となり、財政担当大臣になった。その後、ウィリアム・ピットの財政改革などを経て、財務に関する権力及び実務が、大倉省へ集中し、財務省の組織の境外化が生じた。チャールズ・グレー内閣時代の1833年、財務省が正式に廃止され、国家の財務機能が、 大蔵省に統合された。ただし、現在においても、財政担当大臣の公式な名称は、チャンスラー・オブ・ザイクスタ・シェッカーであり、ここに、財務省の名残を見ることができる。近年、HM トレジャリーの訳語に、大蔵省、財務省の双方が当てられているが、歴史学上は、以上の経緯から、大蔵省の訳語を当てることが多い。ありがとうございます。